皆さんこんにちは。ショットガンを手に入れたミカミックスです。今の俺は最強だという感じなんですけれども、ちょっと体力が減ってるんで回復薬使っちゃいましょう。もうよーし。これさ、つなぎ目のさ、傷口とかに染みないのかな。で、まあショットガンを手に入れたとは言ってもね、やっぱり弾数が少ないんで、なるべくね、一撃必中で。で、ショットガンはまあね、多分日本語で言うと散弾になるんで、接近して、すべての弾を叩き込むと。しかも頭部に。まあそういうようなね、運用が求められるんで、いくらショットガンを手に入れたと言っても、慎重に行きましょう、慎重に。こういうところは大丈夫かな。まあ、まずはね、またボイラー室。で、ボイラー室もなるべく1体ずつ確実に勝たしていくと。あ、開いてんじゃねえかよ。こうやって閉めた方がいいのかな。でさ、このさ、先にやっぱりね、こいつが出てきて、で、どっから出てくるんだ？暗すぎてわからん。あ、来てる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 。おら！一発！いいね。さあ、リロードしていこう。ショットガンの弱点はリロードだからね。で、こっちからも。あれ？あ、先にあいつが来たのか。なるべく接近して、おら！一発！いいね。やはり無敵だ。さあ、そしてこのハーブを取って、で、開けてすぐ左に出てくるからね。こうさ、暗いんだよね、そもそもが。来た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 ！バカね！はっはっは！ん？もう来てる？なに、なにあいつ？あ、なんだ、へばりついてたのか。さあ、来い。とか言って後ろから来ないよね。おら、しまった、外した！おぉ、しまった、弾を一発無駄にしてしまった。一応こっちもクリアリングしていこう。あ、来てる来てる来てる。あれ、俺なんで座ってんだ。お、早い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 。撃て、待って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 。おら、おら、おぉ。やばいな、結構使ったね。弾の跡が。まだいるか、まだいるか。え、ボイラーのとか。あ、まだいるか。おら、お、まだいるか。どんだけいるんだ。ちょっと待って、ちょっと待って、マジでどんだけいるの。弾ないよ、もう。予備弾1。想定数4。これはちょっと拳銃に切り替えよう。中8発。こっから先はちょっと。いやー、でもこれさ、ここら辺のボタンとか何？ショットガンなかったらマジ無理じゃね？なんかこのさ、グツグツグツみたいな。これさ、めちゃくちゃ電気代かかるよね。ほんとよく電気代払ってるよな。これは？よしよしよし、いいね。さすがにショットガンの弾とかが増えてきたな。これさ、ほんと暗くてマジ何があるんだか全然見えないんだけど。ん？今どこにいる俺。あ、一周してきた。で、こっちから来て、いや、もうマジ暗いわ。あ、なんかある。え、なにこれ。あ、浴液か。あ、これなんか棚だったの。ただの壁かと思った。で、え、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。どうする。やっぱショットガンに持ち替えたいけどな。え、なんかカタカタ音がするけどさ。いや、マジ大丈夫これ。解体室の鍵。開けて、構える。これ絶対出てくるわ、マジ。待って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 。え？なんかあるよ、これ。え、ちょっと待って、こっち。クリアリング。これ閉めるか。あれ？こっちもなんかあるね。とりあえずこれを取るか。これ何これ？ん？お、レリーフだ！やった！あ、待て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 ！俺が父親の。あ、そうそう、字幕ね、あれにしたんですよ。だが、あの子はあいつを父親にすると言い出した。それはダメだダメだダメだ。
ダメだ、やつを見つけ出して存分に思い知らせてやる。気づかれてはないか。そのためにはお前の力が。気づいてる？いや気づかれてないか。たまたま俺が取ろうとしたらやつの方が行って早かったと。でただ俺がいるっていうことには気づいてないね。でいやほんとさマジこれ、ちなみにねやっぱね動画でね見た方がね明るいっすね画面は。おやったすげえ、ショットガンの弾5つもあるよこれさ。逆にさ危険じゃない？こんなショットガンの弾があるってことは絶対ん？びっくりした。いやなんかさ些細なものでもすげえビビっちゃうんだよね。大丈夫か？ってかこっち、これショットガンに持ち替えよう。弾はそこそこある。ちょっと待って、死体保管室？なんかちょっと音がして嫌だ。ちょっと待ってよ、絶対ここ入ると後ろのクリアリングは OK。 オートセーブがかかったな。なんかあるな。そうするとハーブは取っておこう。アイテム欄、いつもねアイテムと地図をね間違えちゃうんですよね。薬液鏡、こうやってさショットガンのさ鏡みたいなの作れんのかな。よし行くか。ちょっと待って、ちょっと待ってね。まずはこういう棚をチェック。何もない。どっから入る？ショットガン構えよう。これこっから入るんでいいの？いけない。回っていくか。ショットガン、ショットガン。え？なんだよこれ今どういう状況？ああ、あこれさっきこっちからおっさんが来たのか。これ開けられる？閉めて開けて。お、死体がある。これはあの保安官か。あ、保安官？ちょっと待って、保安官襲ってくんじゃん。ここでもう仕留めておく。てかさ、よく保安官だって分かったね。うおお、俺が開けた。何今俺が開けた？ちょっと待って、分かんない。確かになんかないかなって思って丸ボタンを押しながら進んでたんですよ。なんかアイテム起こってないかなみたいな。でそしたらちょっと開けちゃったみたいな。ここは特にアイテムない？なさそうだね。あの精神安定剤っていうか何、精神増強剤みたいなの使えばさいいけどさ、何もないとね意味ないからね。そっち行こう。でこの保安官多分動き出してくるな。扉を閉めておこう、少しでも時間を稼ぐために。さてそれでここそもそもなんだよ。後ろのクリアリングをきちんとやっていこう。こういう棚にアイテムはないか。でこういうのは何なんだよ。よくさこんな行動を取れるよな。おらストレス解消ってやりすぎるとさ絶対なんか危ないよね。これ何、これ何これ。あこれさ絶対怪しいよ、絶対怪しい。ちょっと待って、で地図的にはあそこか、ショットガンの弾とかがあったところだよねこれ。でも鍵はかかってるはずだからショートカットにはならないよな。あやっぱ鍵が必要だ、鍵が必要だね。一応ちょっとこっち、あれのさ魔剣のさレリーフさ絶対怪しいでしょ。これ下行けんのか、なんかアイテムとかあるかな。何これ。あガンパウダー、よし。ちょっと待って、すっげえ怪しいんだけど。こここれでもさ匂いとか絶対やばいよね。まあ人間そういうのにさ、まあ、慣れるっちゃ慣れるんだけど。ガンパウダーどうする？てか魔剣のレリーフ取れなくね。あ取れるか、1個空いてるから。よしここはちょっと勇気を出して取ろう。アイテムは大体取ったはず。これ絶対罠だよ。行くよ、取るよ。あれ取れない、取った。後ろから来るよ。え、これ絶対来る。うわあ、ほらショットガン撃て。うわ、いて逆に落とされたよ。いやでも俺にはショットガンがある。お前はもう逃げられない。ほらしまった、外した。くそー、あそこになんかあるよ。
かゆい？え、あれ何？これ以上持てない。チェーンソー！おら！ちょっと待って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 。チェーンソー欲しい、チェーンソー！いってっていってってって。これ以上持てないってさ。え、アイテム使おう。ちょっと待って。もう薬液使おう。薬液じゃねえや。テンパってるテンパってる。ガードがさ、チェーンソー取りてえよ。とりあえずただ、弾を込めよう。で、この壁を、向かいにして、え、なにこれ、どうやってんのどうやってんのどうやってんの、ここから、ちょっと待って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 、ガード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 。だえ、チェーンソーが欲しい。どうやって取るんだ、あのチェーンソー。こっちか。え、なんかある、なんか取っちゃったよ。いってててててて、いって、これ以上持てない、知ってるよ。え、どうやって取るんだ、上に行く、あれどこにあるの、だって向こう側だよね。これなんかある、おりゃ食らえ当たってるざまあよこの野郎。なんか使おう。ちょっと待って、この間にもね、そうおっさん来てるんだよ。来てる来てる来てる、ガードしよう、近いでしょえ、もうこれもうさ、ショットガンでさ勝負するしかない。いや、やつがどうしたどうしたどうした、なんか、いや絶対チェーンソーだよ。ああ持ち出す持ち出す、いや持ち出すね。あー、なるほど。おい、正気かよ。うわー、めちゃくちゃ食らう。でも、アイテムが持ってない。ちょっと待って、ちょっと待って。アイテムだよ、アイテム。あ、もうこれ使おう。これ使って。俺だって。早く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 。うわー。行って、どこにいるんだ。ちょっと。立て、早く立て。で、これを取って。目には目を。ガード。おら、おら、え、なに、おら、え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、意味がわからん。おら、え、どういう状況だよ。おら、え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 、これ何これって、攻撃してんの？一応さ、血出てるけどさ、わ、マジで意味がわからん。いって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 、おらおらおら、え、これどうなってんの本当に。てかアイテムがない、アイテムてか回復薬がないもん。おら、いや意味わかんない、意味わかんない。おお刺した、よくわかんないうちに直撃させたな。え、いや待って待って待って、ん、長押しで突き攻撃。あ、なるほどね。ガガ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 って意味がわからん、もう。おらららららガードして。ガードしてつく。おらら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 。おらららら。エンジンをかける。ちょ、回復薬をね、使いすぎたんだよ。うわ、やられた。リスタート。なるほど。ジャックに対抗するために、それ、こいつジャックって名前か。サソリの鍵はもうやったでしょ？なるほどね。押しっぱなしにするんだ。ってかさ、アイテム欄を整理しないと。あ、なんか上にもあるよ。ショットガン弾取って、ハーブ取って。で、保安官のいたところは特に何もないよね。で、チェーンソーがね、多分2マス使うんだよね。ってことは、ハーブを使わないといけないから、薬液強度、これはちょっとこっちに置いといて。ガンパウダー手に入れたよね、ガンパウダー。どこに手に入れたっけ、あれ、どこにあったんだっけ。で、ここはいけませんと。あれ、こっちにあったんだっけ。こいつはね、一応襲ってこないっていうのがなんとなく分かったから。あれ、ここないよね。まあ、なかった。あ、
そうだ、下だ。で、一応ちょっと閉じておこう。で、多分、あ、この下だ、この下。ガンパウダーは後で取りに行っても全然いいよね。ハーブをな、薬液と合成させるか。いやー、でもな、弾がな、ショットガンの弾でここは乗り切ろう。で、これを取るでしょ。で、そうするとやつが来て、これさ、減らされてんだけどヒットポイント、ひどくね。で、あとはね、やっぱね、お前はもう外さないこと、このショットガンを。よし、で、この間に装填して、なんかあれがむき出しになってる。ほら、で、ちょ、俺も先に取る、俺も先に取る。で、もう、いや、俺のが生かすよ。ここはもう強引に行こう。オラ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 強引に攻める。お前はあの子かな。やるな、ガード。そして、くらえ、とにかく。よし、近づいて。倒した。おお、すげえすげえすげえ、もうめちゃくちゃだな。いや、お前がここで死ぬんだ。え、まだ生きてんのこいつ。何こいつ。え、ブルンブルンブルンってやってるけど。ああ、倒したか。頼むから、もう二度と起き上がるな。本当だよ、この箱とかさ。今度も倒した、やった。ちょっと漁ってこう。どうせだったらこういうのってなんかある。いや、勝った、すごくない。いやー、白熱したバトルだった。ちょっとこっちとかもなんかあったよね、そういえば。これ何だっけ。あ、回復薬だ。で、こっち行けんだっけ。え、どうすりゃいいんだ。あとアイテム的なものはなるべく回収していきたいかな。いやー、こういうのにはアイテム入ってないよね。入ってないか。なんか怒ってくるとか。チェスト強くね。え、ってか どうすんのこれ。ここから先行く場所がない、行く場所が。ここか、これの鍵を開けよう。あ、これで無理くり開け、これ開けられるの、いくらチェーンソーとはいえど。おお、すごいね。おお、さすが。え、壊れた、マジかよ。てか、これはまたちょっとショットガンに持ち替えて。ハンドガンの弾がだいぶあるね。やっぱハンドガンに持ち替えよう。で、ここを開けて、そうするとさ、あの保安官絶対復活してくるよね。あ、で、魔剣のレリーフ手に入れたんだっけ。あ、手に入れた、よしよしよし。で、あっちのガンパウダーどうしようかな。多分もう一回ここ来ることになるかな、鍵を手に入れたときに。いや、でもガンパウダーちょっと欲しいよな。空きが1スロットあるよね。よし、ちょっと取りに行こう、ダッシュで。で、あとはここの保安官だけに気をつけて。いきなりドカーンって保安官が復活してくるとか全然ありえるからな。よし。いや、でもこういう戦いはさ、あんまり弾を消費しなくて済むっていうのがいいよね。よし、ガンパウダーで、ガンパウダーはちょっといざという時のために、今はまだたまに余裕があるからね、取っておこう。さて、大丈夫か、逃げろ。とにかくここから
逃げて。え、だってあそこのさ、鍵開かないよね。本当は、ここの鍵開けて、もう、だって解体室とかさ、戻りたくねえもん。やっぱボイラー室を経由して、行かないとダメか？その時に絶対出てくるよ。一旦開けて、クリアリング。ここは、一応閉めておこう。さて、あとはヘドロか。大丈夫か？ここら辺のアイテムとか取り逃しは？あれ俺どっから来たっけ？暗くてねよくわかんないんだよね。これか扉。ちょっと突っ切ろう。もう走れ、逃げろ逃げろ。大丈夫？逃げろ。もう怖い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 。とにかく逃げる。走ってこう走ってこう。でこっちから行こう。でこの規模とことかさ、じゃあ壊せるんじゃないの？ナイフで。ほら、あ、壊した。あ、やった、ショットガンの弾ゲットした。なるほど、あの木箱は壊せると。ちょっと待って。 OK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  よし。でここでしょ。よし、よし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 、ここは安全、安全なはず。一回安息の地へ戻ろう。 OK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 。 うおー、なんとかなったね。じゃあちょっとキリがいいので今回はこれで終了したいと思います。じゃあ次はあの魔剣のレリーフを開けて、新たなる道か。その前にね、屋敷の中もちょっとね探索しておきたいんだよね。ショットガンあったところあるじゃないですか、あの壊れたショットガン手に入れたとこ。あそこね、あのおっさんに邪魔されたんで、ちょっとそっちを探索してから魔剣のレリーフをはめますか。じゃあちょっと今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。